模擬国連とは、国連会議などの国際会議を主に中、高、大学生などが、運営も含めてシミュレーションする教育、サークル活動。模擬国連は数とから二人が一国の大使を任され、特定の議題について担当国の政策や歴史、外交関係などに照らし合わせて、実際の国連における会議と同じように議論、交渉し、決議を採択することを目的とし、 国際問題への理解や交渉術の進化を図る世界中の学生によって行われている活動のことである。会議によっては2人以上で一国を担当する議題が設定されていない決議を採択することを目的としない国連以外の国際機関での会議、歴史上の過去の会議をシミュレートすることもある。大学サークルとしての研究会、支部における通常活動が一般的だが、 高校生を対象としたグローバルクラスルームや大学生以外も参加できる全国大会などがある。全国の各研究会、支部、全国大会などの各事業の主催、協力を中心に活動している日本模擬国連が日本における模擬国連普及活動の中心を担っている。1923年ハーバード大学における 模擬国際連盟の開催を起源とする。現在では、世界中の高校、大学において、授業で採用されたり、学生の課外活動として行われたりしており、それと同時に毎年数え切れないほどの国際大会も開催されている。日本においては欧米への留学から帰国した教員、学生により知られるようになり、次第に、大学、 高校の授業に取り入れられるようになった。1983年、組織化された最初の模擬国連団体、模擬国連実行委員会が当時上智大学の教授であった小形貞子顧問の下発足した。当初は毎年国連本部のあるニューヨークで開催されている模擬国連会議全米大会への日本代表団派遣が活動の中心であったが、 その後日本各地で模擬国連団体ができ、それを統合する組織として、関東では模擬国連委員会、関西では関西模擬国連が組織された。それら2つが統合されてできたのが現在日本の模擬国連活動の大部分を統括している日本模擬国連という組織である。現在北は北海道、南は沖縄県まで多くの大学生が模擬国連活動を 行っており、総合的学習の一環として、中高生の授業で取り上げられるケースも増えている。模擬国連は、大学サークルや、学校の授業での活動以外に、全国大会や国際大会が存在している。国内、国際に限らず模擬国連大会には、基本的に予選や選考がなく、申し込みをした人はみな参加できるものがほとんど。規模の大きな大会は、 議題の異なる複数の会議を同時に開催し、参加者はどの会議に参加するかを選択することができる。国内の全国大会では一つの会議の参加者は30人から100人、程度。国際大会では200人や300人の参加者を要する会議なども開かれる。日本国内では8月に開催される、関西大会、9月の九州サマーセッション、11月の北陸大会、 そして12月の全日本大会の4つの全国大会がある。これらの大会は大学生に限らず高校生や社会人も参加可能。規模が最も大きい全日本大会では270人ほどの参加者が日本全国から集結する。年間100以上の国際大会が世界各地で開催されている。使用言語は英語。 大きな国際大会になると参加者が3000人ほどになるものもある。日本では毎年複数の選考プロセスにより選考された10名ほどの大学生を3から4月の全米大会に派遣している。選考された学生は能力養成プログラムでトレーニングを受けた後に渡米し、大会後は1年間の間、次年度の全米団派遣事業の運営を任される。 都米に際しては、東派県事業から資金的な援助がある。日本語儀国連代表部四ツ谷研究会、早稲田研究会、国立研究会、日吉研究会、駒場研究会の五つに研究会からなる。京都研究会、神戸研究会、北陸支部、九州支部、名古屋支部からなる。その他にも事務局に所属していない活動団体も存在しており、 主に地方大学に通学している学生が結成したものである。例として、仙台模擬国連、長岡模擬国連、島根模擬国連、鳥取模擬国連などが挙げられる。なお仙台模擬国連に関しては、学生団体という位置づけではなく、ゼミとして模擬国連を行っている。近年、北海道や愛媛においても活動団体が発足している。名古屋支部に関しては、 2017年12月をもって正式に加盟が認められた。2007年第1回開催、以後毎年開催。上位入賞校は、米国ニューヨークで開催される高校模擬国連世界大会への出場権を得る。日本の高校生にとっては事実上最高峰の会議である。模擬国連には珍しく書類選考があり、500名ほどの参加希望者を書類選考で絞り込み、 120名程度で実施。2017年第1回開催、以後毎年開催。完全日本語の会議で、そのを広げることを目的の一つにしている。企画、運営がほぼ高校生だけで開催されていることも特徴の一つ。参加規模600名前後その他にも、全国各地で公募型の会議が定期的に開催されている。競合校である、 東院学園中等教育学校、渋谷教育学園幕張高等学校、渋谷教育学園渋谷高等学校、大妻中学校、高等学校などがそれぞれ主催団体となり、中規模程度の公募型会議が開催されている。日本では、毎年、全日本高校模擬国連大会に、上位入賞した10名ほどの高校生を5月の、米国ニューヨークで開催される。 世界高校生模擬国連大会に派遣している。選考された学生は渡米師大使として会議に参加する。渡米に際してはグローバルクラスルーム、日本委員会から資金的な援助がある。新面、旧面、老面、神面、模擬国連会員は活動年数によって呼び方が異なる。そのため活動1年目のメンバーは新面、2年目は旧面、 三年目は老面、四年目以降は新面と称される。ありがとうございます。